稲妻に打たれました、死にました、そして蘇りました。いたずらにその可憐さに一撃必殺で燃やされてる。色めき立つライバルたち、席替えも陰気めも神頼み、その根性叩き直せよ。僕ら向かっていく戦国時代、制してくは情報戦。君の好きな音楽聴いてたどり着いた魔法陣、君の心打ち抜く今最前線。おとせサンダー、おとれワンダー、快進撃を見せてやる。とっとと君へ放てワンチャン、誰より強い愛を見せるぜ。モブキャラたちをなぎ倒せ、イケメン運動部も敵ではない。大爆発恋心、目標戦隊でスイッチサンダービー。街を行く君を見つけた夢、これぞ主役の証明。どんな風に登場しよう、あれその前にその男誰だ。ライガー太陽みたいな笑顔、誰にも見せないような表情、映画で見るより少しだけちょっと大人に見えるけど、腕まで組んで顔も近くて、一体どういう関係性。きっと弟もしくは兄ちゃん、じいちゃんで親戚であれ。鳴らせオーダー、倒せモンスター、君を抱くまでかす悪い奴らを継承するから。分かってんだ、悪あがきのサンダー、本当に見せたらいいのにな。まあ、ここなんだっけ、ここビンネロだっけ。よく調べりゃあの男、闇社会で有名ブローカー、仕掛けたのは盗聴器。君の悲鳴聞こえたらエマージェンシー。走れるぞ、むしゃぶるっと、ガチの悪いやつ相手できるんか。ビビ散らすだけどファイター、僕の友達は愛と勇気だけ。おとせサンダー、なぜか出せた、くらえ大天罰だ。この僕を怒らせたら響け棒を、これこそが愛パワー。そして倒れる奴らを踏み分けて、ちょい引き、君な君の手を引いて、超ハッピー噛み締めて、いつか君にちゃんと落とすぜ、僕の心全部込めた超サンダー。イエーイ。